パルクソサウルスは、カナダ、アルバータ州のホース州キャニオン層の上部白亜系、マーストリヒト海の地層から発見された、テスケロサウルス科の長板類恐竜の属の一つである。大部分が関節した大骨格と部分的な頭骨に基づいており、小型で二足歩行の装飾恐竜であったと見られる。人との大きさ比較パルクソサウルスの全体の大きさの、 推定はあまり行われていないが、2010年のグレゴリー・ポールによる推定では、全長2.5メートル、体重45キログラムとしている。ウィリアム・パークスは、自身の発見した T ・オーレニーの後足が、テスケロサウルス属のセスカラソリス・ネグレクトスのものと、比較し、T ・ネグレクトスでは、頸骨が大腿骨より短く、T ・オーレニーでは逆であるにもかかわらず、 ほぼ全体で同じ長さであることに気づいた。このように T ・ウォーレニーは比率が異なるものの直線寸法ではテスケロサウルスに匹敵する。おそらくこの比率の違いにより大腿部付近の重量はより少なく軽量であった。テスケロサウルス同様に肋骨に沿って薄く部分的に骨化した軟骨性の肋骨看板が存在した。肩代はたくましかった。 上顎骨には少なくとも18本の歯があり、下顎には20本の歯があった。全上顎骨の歯の数は不明である。パルクソサウルスは記載以来ヒプシロフォドンカに属すると、みなされてきた。近年の創設では、この分類は少々批判的に扱われ、デビッド・ノーマンらでは、ヒプシロフォドンカを側系統とし、パルクソサウルスはテスケロサウルスの姉妹群であるとした。また、 リチャード・バトラーらでは、南アメリカの族であるガスパリニサウラと近縁である可能性を示している。しかし、規定的長脚類の系統については、情報が乏しく、よくわかっていない。テスケロサウルスやパルクソサウルスは、比較的格子がたくましく、他のヒップシロフォドンカと比較して前頭部のアーチが少なく頭骨が細長い。ロイヤル・オンタリオ博物館の化石古生物学者、 ウィリアム・パークスは1922年にレッドニア側のラムジー・フェリー近くにある当時エドモントン層と呼ばれた地層で発見された骨格標本ロム804を1926年にセスカラ・ソリス・ウォーレニーとして記載した。発見時この化石は、くちばしの部分を書く、部分的な頭骨、大部分の左の肩体、手を除く、左の前足、肋骨、胸骨の要素、 損傷した左の骨盤、右の座骨、後の一部を除く後足、関節下道から尾にかけの椎骨、尾の先端を覆う、多数の骨化した剣からなるとみなされた。この標本は死亡時に体の左側を下にして倒れており、右側の大部分は埋没前に破壊されてしまっていた。加えて、頸部が失われ頭部が体と分離していた。パークスは、 足の比率に基づいてこの新種を T. ネグレクトスと区別した。T. オーレニーの頸骨は大腿骨より長く、あとは T. ネグレクトスのものより長い。チャールズ・モートラム・スタンバーグは、セスカラ・ソリス・エドモント・ネンシスと名付けた標本の発見において T. オーレニーの再考を行い、独自の属とすることがふさわしいとした。1940年にスタンバーグはより全体的な、 比較を行い、二族の体全体により多数の違いがあることを発見した。そしてパルクソサウルスをヒプシロフォドン、ドリオサウルスとともに、ヒプシロフォドン赤に、テスケロサウルスを、テスケロサウルス赤に分類した。1970年代に、ピーター・ガルトンがヒプシロフォドン化の再考を始めるまで、この族は研究者にほとんど興味を持たれなかった。 1973年に再起祭が行われ、ヒップシロフォドーン、ラオサウルス、エルミンネマスの系統と関連付けられた。しかし、その後曖昧という見解に戻っている。ジョージ・オルシェフスキーは1992年に種商名を P ・ウォーレニーと構成した。種商名は女性に懸命されたものであったからであるが、ウェブサイト以外では元の綴りが好まれている。 パークセソリス・オーレニーの生態復元図、パルクソサウルルスは、ホース州キャニオン層のユニット4の規定部から発見されていて、この地層は6,950万年前のものと推定されている。同じユニットでは、獣脚類のアルバートサウルス・サウルコファグス、および未命名のトロードンの一種、スパイク状のトサカを持つハドロサウルス類のサウロ,ロフス、オズボルニ、 中空のトサカを持つハドロサウルス類のヒパクロサウルス、アルティスピヌス、アンキロサウルス科のアノドントサウルスランベイなどの他の恐竜が発見されている。また同じ僧女からは未童定のツノ竜類の葉の化石も見つかっている。この僧から発見される恐竜はしばしばエドモントニア、動物ショーとして知られ、後の時代はランドママルエージで地層の上下で全く別である。 ホース州キャニオン層は明らかに海洋の影響があると理解されている。白秋の大半の期間には北アメリカの中央部を西部内陸回路と呼ばれる内海が覆っていた。パルクソサウルスは他のヒップシロフォドンカと同じように小型で素早い二足歩行の草食動物であったようだ。中程度に長い頸部、角質のくちばしを持つ小型の頭部、短いが強力な前足。 長く強靭な後足を持っていたようだ。ポールでは長い後は、川辺での生活に適応し、強力な前足は巣穴を掘るためのものあった可能性を示唆している。ありがとうございます。